今日は、はい、コメント欄に、はい、結構質問いただくじゃないですか、はい、どうしてもスライスが治らないとか。そうですね、アウトサイドインの、まあ、クロスでスライスが止まらないとかお悩みが、はい、そうですよね。やっぱ共通しているのは分かってると思うんですけど、フェイスがやっぱ開いて当たっちゃってるんですよね。フェイスが開いて当たってる、まあそうです、インパクトの時に、はいはいはい、まあ、こうインパクトの時に、はい、まあ、これがスクエアじゃないですか、はい、それでも単純に開いて当たっちゃってるので、なおかつアウトサイドインでカットの軌道でボールのスピン軸が右軸になっちゃって、はい、右に行ってるっていう。みんな返せ返せって言うじゃないですか、はいはいはい、開いてるのを返せと、はい、まあ、間違ってないんですけど、うんうん、それを僕は左腕一本でやった方がいいんですよ。左腕一本、あ、ごめんなさい、そうそう、言い方があれですね。まあちょっと構えて、はい、上げるじゃないですか、はい、でここで右手の意識が強す、右手で返す意識が強すぎると右肩も一緒にこう被ってきちゃうんですよ。右手でやると、右手でやるとこうなりやすいんですよ、はい、こう右肩がこう被っちゃってるじゃないですか、はいはいはい、そうすると左から左のボールが出やすいんですよ、はい、でそれを嫌がって今度体を起こしちゃって右に行ってしまうっていうミスが出てしまうので、自分はこう上げるじゃないですか、はい、こっからここで右手を離して左手一本で返してもらいたいんです。どうやってみますか、はい、上げてここで上げて右手を離して、はい、左手をターンさせて、でその時のなんかポイントってあるんですか。 あります、まあ、抜けていく角度なんですけど、角度とフェースの向きなんですけど、はいはい、上げるじゃないですか、はい、まあ、下ろすじゃないですか、はい、で右手を離して左手がこうなるように、こうなるようにっていうのは、はい、まあ、今アプリとかで線を引けるアプリあるじゃないですか、はい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 、それを使ってもらって、そう考えたときにアドレスのこの角度あるじゃないですか、はい、その角度に線引いてもらってボールからこのグリップエンドに向けて、でその線に対してこのフォローのこの位置で平行になるようにクラブが抜けてくればいいんですよ。でその時にフェースが閉じすぎてない、開きすぎてないかというのも合わせてチェックしてもらいたいんですけど、ちょっともう一回やってみますか、はい、上げて右手を離して左手をこの位置で抜けてればチェックする。下ろすときは気にしなくていいですか。あ、下ろすときも一応確認として、上げるときとか、上げるときは自分そんなどっち上げてもいいと思ってるんですよ。あ、上げるのはどうでもいいんですか。どうでもいいわけでもないけど、どうでもいいわけじゃないですけど別に外に上げようがインサイドに上げようが、インサイドに上げてちゃんと正しい位置に戻ってくればいいと思ってるんですよ。あ、なるほど、そうです、アウトサイドに上げてもこうループさせて正しい位置に降りてくればいいと思ってるので。じゃあその最後の正しい位置ってどこら辺なんですか。上げるじゃないですか、はい、少し下ろして胸の前にこの手の拳が来た位置です、はい、その位置の時に、そうです、その位置の時にこのアドレスのシャフトのさっき言った、はいはいはい、あのラインですか、ラインと平行であれば、あ、そこも平行、そうですね、でフェースも開きすぎてないか閉じすぎてないか、降りてくる時にここのラインが大事ですね、降りてくる時は。で抜けてくる時も最初のアドレスの時は平行で、
フェイスはどう管理すればいいですか。フェイスはですね、ちょっと言葉で言い表しづらいんですけど、はいはい、まあ、でも一番意識しやすいのは、まあ、爪なんですよ。爪、はい、まあ、どういうことかっていうと、まあ、自分のグリップは、はい、ちょっとだけフックグリップなんですよ、はい、ちょっとだけフックグリップ、はい、これが、まあ、シャフトの真上に親指の爪が来るとしたら、はい、少しだけ内に入ってるんですよね、はいはいはい、で、まあ、上げるじゃないですか、はい、上げて下ろすときに、はい、この左手の親指の爪が胸の正面を向いてるような、なるほど、これが外でもなく内でもなく、はいはい、それが正面、そうですね、これが、まあ、スクエア、要はあのアドレスの時のスクエアと同じ状態になっているってことですよね、はい、そうですそうです、アドレスでこれまっすぐじゃないですか、はい、ふるっと上げて回り右して前傾して倒してあげると同じ位置に来る、はいはいはい、これがもう一番クラブの正面、体の正面にクラブがあるっていうスクエアな状態ですよ、はいはい、で、まあ下ろしてくるじゃないですか、で当たってフォローサイドでもこの左手の親指の爪が自分の方向いてるように、フェースを意識するよりこの親指の爪を意識した方が、まあ、あのスクエアに持ってきやすいっちゃ持ってきやすいですよね。この練習で、はい、あのどのぐらいを目標にしてやってたらいいとかあります？回数ですか？回数とかどうだろう、まあ、できるならいっぱいやってもらいたいですけど、はい、まあ、家でも素振りできるじゃないですか、まあ、毎日10回ぐらい、うん、家で自分でフェースの確認しながらこう意識づけするだけで、はいはい、もう全然変わってきますね、はい、むしろ最初は球打たないでこの位置ポジション確認先にした方がいいかもしれないですね、うん、あ、まあでも確かにプロの選手って、はい、球打つ回数より、うん、意外とそのあの、うん、クラブの軌道とかフェースの向きとかの確認の練習ってひたすらしてますもん。確かに、ね、確かにそうなんですよ。そうですよね、普通に打ってる人の方が少ないかもしれない、はい、いろいろ片手打ちしたりとか自分のポジションをこうチェックしてるプロが多いですよね。多いですね、多いですね、なんか球数ではない気がしますよね。そうですね、はい、だからポジション確認ってすごい大事で普段からやっぱり意識づけしていくことが大事ですね。あのそうしたらだいぶフェイス管理もうまくなっていく。うまくなりますよね、うん、やっぱ毎日やることが大事ですね。なるほど、毎日やって体に意識づけする。で最初は意識してできてたものを今度無意識レベルでできるようになるってことが大事なので、うんうんうん、頑張ってください。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。